演武開演。どうも、本日はこちら伊藤園のおーいほうじ茶を飲みたいと思います。おーいお茶、ほうじ茶ですね。どんなほうじ茶になってるのかな。ほうじ茶って最近流行ってるのかな。スイーツとかも多いし、この前もローソンのタルトとかありましたし、ま、飲んでみればわかります。飲んでみます。確かにそんな気がします。でもいいじゃないですか。確かにあなたの方がきな粉の香りはすごいですね。麦茶に比べると香ばしさがあり、よりお茶の雰囲気が強く感じられて美味しかったです。これがほうじ茶なのでしょうか。香ばしさがあるのが特徴なのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。